最後に水原さんの選択があるんですよ、ね、なんと恐ろしいことに。これをやって最後終わりましょう。水原さん292、滝沢さん318、2600点差で一本場なんですが、堀さんからリーチ棒が来まして1600点差実質で、一本場あるんで実質1300点差トップと、つまり積もると絶対トップで、 E1 が出ても OK で、数ワンが直撃でもいい。ただ闇点にしてダメなのは、黒沢さんから数ワン2着です、堀さんから数ワン2着ですという感じなわけですよ。で、まあ、折りはないわけ、ローワン行くわけですよ、さすがにね。この手でローワン行かないわけないので、俺ならここに輝いてる数ワン。むずいね。ただ、一つ言えるのは、滝沢さんマジで折りそう、このリーチに対して。で、降りるとしたらさ、もう、種類がさ、少ないわけよ。数ワン持ってたらめちゃくちゃ切りそう、滝沢さん。なんだろ、E1 でも出そう。で、黒沢さんはもう行くしかない人ね。4着目だから行くしかない人だから、もう堀さんの現物とかあんまり気にせず切りそう。で、堀さんはリーチしてるから当然何でも切る人。ローワン切りそうじゃない？やみそうじゃない？これ、なんかいや、これね、感覚の問題なんだけど、堀さんと黒沢さんが切る数ワンを逃すのをやってないと思うか、滝沢さんから出てたいい数ワンを止められるのをやってないと思うかの戦いなんだよね。いや、水原さん、古代玉でこれ似た選択してるんだ。カウンソーで、役なしカウンソーで、闇点積も OK、リーチしたら出上がり裏位置条件みたいなやつで、その時は闇ってたんだよね、水原さんは。で、今回熟考してたんだけど、僕はね、闇理想なんだよね、これ。もう、堀さんから数ワン、黒沢さんから数ワン出たら、もうプイってする覚悟で。6番いった時点で警戒されそうかもしれないんだけど、ローワンってね、これ無筋の中では4、7、9って切ってるから、比較的切りやすい部類で、もう滝沢さんからしたら、ローワン切られたぐらいじゃ数ワン止めれないわけよ。数ワン出るのよ。滝沢さん困ってるから、絶対、今。これ闇で全部押すんだけど、まずこの瞬間、滝沢さんからどうなのかっていうのを伺いたいよね。これめちゃくちゃ出そうな体感あるんだよね、竹田さんから。一数ワンが。黒沢さんもどうせ全部行くからもう関係ないわけだから。闇かなーっていう感じ。あとリーチ棒出したら多分ちょっと不具合があるんだよね。不具合というか不都合があるんだよ。なんか逆転条件楽になるとか、もう二度とスライドできないとか、そういうちょっと多少のダメージもあるわけですよ、闇にしたら。ダマでた、いや、E1 までロンできるんで、そう。正直、黒沢さんから、そう。黒沢さんも行くからね。行くし、数ワンあんま出そういないんだよね。真ん中の急所牌でね。いや、タッキーからしたら現物黙るよって、滝沢さんからしたら確かに水原さん闇手にしてるかもしれないのよ。知らないんだけど、目の前にいる堀さんのリーチの無筋切るわけにいかないじゃん。例えばさ、これ水原さんがローワン切ってさ、水原さん闇手にしてるかもって言ってさ、水原さんの現物、数ピンタ、チーピンタ、パーソードは切れないわけよ。堀さんに対してあるから。だから、数ワンにしたいね。闇にしたいけど、ただ堀さんから数ワン出たらマジでもうムカついてしょうがない。パイレーツって2着 OK。いや、別にパイレーツが2着 OK なチームなわけじゃなくて、パイレーツは結構、その、無理しないは無理しないけど、この状況でさ、2着で OK ではないよね。もう絶対に。リーチしたイースは切って、リーチした水原さんもテンパイ確定してしまうから、さすがにイースは出づらくなると思うんだよね。で、僕はかなり闇有利だと思うんだけど、でもかなりなのかわからんのだよな。とにかく少なくとも、この一瞬滝沢さんのご機嫌を伺いたいんだよね。そう、滝沢さんからの一瞬のご機嫌を伺いたい。先生どうすか、どんな感じですかと、今、この一瞬と。でその一巡の間にも黒沢さんに数ワン打たれたり、堀さんから数ワン打たれたらもう、それはしょうがない。見逃すを頑張ってっていう感じ。脇の数ワン見逃すね。これは上がんないと思う。一巡、竹沢さんからの手を見たい。ただ、水原さんはもう、脇からの数ワン逃さないという選択になり、ここで、さらに黒沢さんからもリーチ来て、黒沢さんからリーチ来るならもう絶対闇だったなってなって、滝沢さんはもう絶望の顔をしてましたね。なんでってもう終わりじゃんと。これどうなったら僕はトップのまま終われるのって
だったらもう堀さんと黒沢さんのツモもやばいから、もう堀さんか黒沢さんが出上がりしてくれるしかないみたいなね、うん、もう絶望しながらもう、はい、何かいいこと起きねえかなっていう絶望の顔でみんなに通りそうな顔を選んで、横移動あるけどさ、もう絶望だよこんなの。横移動でも水原さんが上がったらダメだからね。もうなんか起きねえかな、いいことって、絶望の顔をしてると、ここでね、水原さんが、闇だろうが理事だろうが関係ねえのよと積もり上がって、まあ実際ね、実際これ闇とリーチあるんだけど、闇とリーチあるんだけど、まあどっちにしても変わんない結果のことが多いですよね。リーチしても闇でも上がってたって時もあるし、リーチしても闇でも上がれてなかったっていう時がほとんどなんで、難しい選択でしたが、素点分得しましたね。ピンズもいいペーコか、メンピンツもいいペーコみたいな、うん、ということで水原さんトップになり、堀さんは痛恨の3着、滝沢さんが2着で、黒沢さんもっと痛恨の4着になりましたと、うん、あ、その前の最後に何切るか、じゃあちょっと最後だけ水原さんのこの積もる前の選択ね。これね、ローワンかパーワン切るけど、ローワンでしょう。シャンポンの時パーワンの方がいいから、うん、これはローワンじゃない？うん、かなり。ヤンワン、サーワンとかアンコになった時に、パワーワン、シャンポンのがいいから。で、イースーワン両面できるし。うん。ローワンでしょ。ローワン切ってウーワン引いたら3ワン切るよ。うん。こういうの苦手だけど、まあ、ローワンの裏目は、ねえ、ローワン引きとぐらいじゃない？まあ、3ワンとか切ってたらローワンパワーアンコってた時イースーワンできるけど、ローワン切ってたらイースワン引いてイースワンできるからね。ローワンです。おやすみなさい。はい、ということで皆さんありがとうございました。